はい、佐藤あゆみです。今回はですね、リクエストでもいただいていたモーニングルーティーンを撮ってみました。休日の朝起きてから家を出るまでの様子を撮ってみました。こうやって朝はこうグダグダしながら起きます。本当ね、私朝が弱くて弱くてね、もう本当に寝起きが悪いですよね。こうやってカーテンを開けて太陽の光を浴びてちょっと覚醒で、それからまたゴロンってして携帯をいじる。だいたい朝起きてから SNS をチェックしたり、あとは荒野行動したりかな。最近ね、荒野行動にハマっとってね、毎晩毎晩夜更かしみたいな感じなんですけど、まあでも基本は SNS ですね。こうやってインスタ見たりツイッター見たりして、皆さんにリプ返したりリプ見たりつぶやいたりみたいな感じです。リビングに移動してちくわちゃんに挨拶します。ちくわちゃんの朝ごはんを用意します。ちくわちゃんね、なかなかエリザベスが外せんくてね、ちょっと皮膚が弱いんですよね。だから餌も気を使って2種類混ぜて食べさせています。最近ね、すぐお腹すいたってニャー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 泣いてきてからブクブク太っとる。次にスキンケアをしていきます。朝は洗顔をせずに拭き取り化粧水を使っています。これを使うとめちゃくちゃスッキリするので、夏はものすごくおすすめです。次にこちらの美容液を使っていきます。軽くむくみを取っていきます。むくみがひどい場合はこの間動画で紹介したむくみ取りのマッサージをしていきます。スキンケアが終わったら次に洗濯を回していきます。洗濯物を回している間に洗い物とかも済ませます。洗い物しおる時の顔が怖すぎてめっちゃカットした。私あんまり洗い物が好きじゃないので多分顔に出てますね。はい、朝食です。朝食というか飲み物なんですが、朝は何も食べない派なので飲み物で大体済ませます。こういう風にクレンズジュース飲んだり、あと豆乳飲んだり野菜ジュース飲んだり、とにかく飲み物を摂取してますね。次に掃除をしていきます。昨日ね、大掃除でもう掃除機とかすごいかけたので、まあ拭くだけでいいかなっていう感じで、どうしても猫がいるので毛がねすごいんですよ。だからそれをね、これで絡め取っていきます。まあ髪の毛のあの飛び出てるやつは置いといてこういう風に朝ね、パソコンをいじりながら YouTube のコメントを見たりしています。
洗濯がまだ終わらないので日向ぼっこしてるちくわちゃんと仲良しタイム撫で回したりね、こういう風になんかポンポンみたいなついてるやつで遊んだりしてます。結構ね、ちくわ好奇心旺盛っていうかほらちょっとね、ドジなところもね、また可愛いよね。洗濯物がやっと終わったので干していきます。洗濯物は基本外に干す派です。部屋干しもいいんですけど、あの太陽の日を浴びた匂いっていうか、あのね、ぬくもりある感じの匂いですよ。あれが好きなんですよね。次にメイクをしていきます。洗濯機の上にコスメをもう全部置いてるので、もう脱衣所でそのままメイクを済ませてます。下地はこちらを使っていきます。が日焼け止め効果がすごくあるので、これをまず塗って日焼け対策をしています。そして次にミシャのファンデーション、クッションファンデーションを使っていきます。今回はちょっとお買い物に外に出るだけなので、ほんとナチュラルメイクっていうか、パパッと済むメイクをしてます。コンシーラーもファンデーションが終わった後にちょっと塗る感じで、で、チークをポンポンポンと乗せていきます。次にアイブロウをしていきます。眉毛元が太いけん、あんまり組まなくていいんですよね。楽です。はい、次にアイメイクをしていきます。メイク自体が薄いのでリップもナチュラルなカラーを使っていきます。ヘアターバンを長時間つけていたので、ちょっと前髪にね相当癖がついてるので直していきます。で、櫛で研いで、でその後アイロンをやっていきます。アイロンやるときはこういう風に半分に分けて上半分をお団子していきます。もうクローゼットの中めちゃくちゃ物が多くて、もうぐっちゃぐちゃちょっと見えとるのが恥ずかしい。今回はシンプルに白 T にデニムっていうコーデにしました。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。